北斗の湯。このコーナーは、丁寧な塗装、建物のお化粧をしませんか？北斗公園すぐそば、矢田部塗装工業株式会社、北斗商店街振興組合、ラジオ放送事務局の提供でお送りいたします。夕日に染まるのれんを、今日も人々がくぐっていく。ここは北斗商店街。札幌は北郷通りを中心に月寒川と厚別川に挟まれたこの通りには多くの店が軒を連ね、 JR 平和駅を有する人情商店街。そのちょうど真ん中にあるのがここ北斗の湯。昭和の雰囲気が残るこの銭湯は一日の汗と疲れを癒しに町の仲間たちで大いに賑わっている。番台にはこの町を愛してやまない翔ちゃんが、みんなが来るのを待っています。出演、この町の若夫婦神宮寺新とその妻育美、北斗の湯番台翔ちゃんこと古田正宏。さあ今日も一風呂浴びますか。ああ、いいお湯だったわ。おい、上がったか？上がったよ。今行く。おうおう。いやー、今日もいい湯だったな。どうも、翔ちゃん。あ、神宮寺さん、いつもありがとうございます。どうも。こんにちは。2014年始まりましたね。うん。初ですね。2014年お会いして。初銭湯。初銭湯。初湯。お風呂入ってるけどね。ね、お風呂はね。初銭湯。銭湯は初、うん。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どうですか今年。どんな一年にしたいとかあります？ね、まあ今年はね、あれだね、今まで以上にもっと、いろんな人と繋がっていきたいな、なんていうふうに思ってるけどね。翔ちゃんはどう？いやー、翔ちゃんもね、いや去年はね、再発見、うん、北斗再発見とかね、うん、新たなね、発見とかあったから、今年またね、どんどんそういうの発掘していきたいなって思ってます、うんうん、そうだよね、はい、まあ、でもいっぱいいる、まあ、いるもんね、うん、そうそうそう、いい人ね、素晴らしい人ね、はい、これから紹介してって、今年もたくさん紹介していくので、ねね、はい、お願いしますよ、期待しててください、はいはいはい、ちょっと、何あなた、なんか抱負、今年のなんかちょっと盛り上がってるけど抱負ってね、うん、抱負だ、私なんか先に言おうと思ったこと取られちゃったんだけどさあ、そう、うん、いや私もさ、この北斗地域に引っ越してきて、うん、あのもっとお友達、この地域でのお友達っていうのをちょっと増やしたいなっていうふうに思ってて、ね、うん、だから今年はもう去年よりもいっぱい北斗のイベントに行こうかなっていうふうに思ってて、うんうん、去年はね、翔ちゃんとあの北斗商店街の100円均一とか行ってさ、うん、行きましたもんね、楽しかったんだけど、うん、まだでもこの地域では顔なじみっていうふうにはちょっとなってないから、うね、もっとこう、ね、日常的なお付き合いがそうですね、したいなと思って、もうだいぶ、まあ、うん、北斗の湯のには本当に助かっているんだけど、うん、あ、翔ちゃん、そうだそうだ、うん、あの確か1月末にイベントなかったっけ。あ、そうそうそう、あのね、ありますよ、あのアイスキャンドル、お、あの雪明かりの街と題してね、うんうん、1月31日開催で、うん、夜5時から8時なんですけどね、あのね、これ幻想的な本当にね、うんうん、あの夜になるんですよね、その時のあのね、ちょっと情報としてはね、うんうん、あの平和駅から北に行ったら、北ごとにぶつかると角に札幌信用金庫さんあるんですけど、あるあるある、うんうん、あそこの駐車場結構広いんで、そこでちょっとテント張ってね、あのね、甘酒とかね、うん、ホットカルピス、あの無料サービスでやってるんで、お、ちょっとぜひ足を運んでくださいよ。それ、翔ちゃん、それそれ、あのアイスキャンドルランしようって言ってたんだ私、だってランニングほら趣味でやってるでしょ。趣味大好きですからね。それやろうと思ってた、うん、本当にその幻想的なアイスキャンドルでランニングって言うと、まあ、目立つだろう。いや待ってよ、信用金庫さんのテントをエイドにして、そこで甘酒もらってちょっと折り返してまた行こうかな。やめとけっつうんだから。ダメ？やめときなさい。やめとく、その日は。分かりました、やめときますっつったらね。いやでもみんなちょっと行きましょう、あなた。な、うん、行こう行こう、うんうんうん、いやそこでさ、あのさっきさ、郁美さんが言ってた、うん、あの北斗のね、皆さんとの交流とかあったら、うん、いいですよね、いい、うん、
ね、あ、ありますよ、出会いがね、行けばね、うんうん、あ、そうだ、あのね、うん、今日ね、そういう方、それにね、非常に合ってるね、言い方来てるんですよ。実はお風呂に入りに来てましたよ。あららら、うん、お友達教えって言ってたでしょ、うんうん、もうお友達がねこの地域にたくさんいるね、あら、うん、そんなね、うん、方が今日たまたま来てます、うん、あら、よかったな、おい、よかった、ねえねえ、マジで、はあ、あ、あの方ですよ、はい、あ、すいません、あの矢田部さんご紹介しますね。こちらが矢田部塗装工業の矢田部真美さんです。あ、はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして、神宮寺です。よろしくお願いします。お友達がいっぱいで、うん、私たちもここに引っ越してきて、ちょっとしか経ってないので、うんうん、この地域もそうですけど、お友達もいっぱい紹介してくれたからな、紹介してくれたらななんて思いますけど、うんうんうん、いつからこの地区に矢田部さんはいらっしゃるんですか。北斗地区に引っ越してきたのは昭和45年5月に。45年、はい、僕が生まれるちょっと前だ。僕は46年1月なので、うん、そうなんですね。うわうわうわ、それはおいくつぐらいの時だったんですか。23歳です。あ、私がね、はい、うん、あ、そうだったんだ。どちらから札幌の方に。赤平という田舎から、はいはい、家族、娘3人と、うん、45年の3月に豊平に1年がいたんです、うんうんうん、その後に家を建てて引っ越してきました、うん、あそこのこの地区に。そう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 、ね、地区ですね、じゃあずっとお住まいもここで、あとお仕事もじゃあずっと北斗地区で、はい、そうですね、されてたんですね、はい、塗装、そうですね、塗装屋さんなんですよね、はい、うん、昭和45年って言ったら、うん、じゃあその頃の北斗の街っていうのはどういう感じだったんですか。うちを建てて初めて来たんですけど、うん、引っ越した時が初めて、うん、北斗団地っていうところに来たんですけど、もううちがなくて、うん、清高和田人がいっぱいで、うん、はい、寂しいとこに来たかなと思いましたけど、はい、あ、そうだった。今これだけ街並みというか道も舗装されてて、はい、家もたくさんある中で、その時はもう草原だったってことなんですね、うん、じゃあ、うん、もう遊ぶにはこと書かないほど広くて、うん、はい、うん、面白いね、うん、今の姿からはもうなかなか想像つかないけどね、うん、どれぐらいからだんだんポツポツと人が入り始めたなって感じ始めたのって、どういう感じだったの。49年に小学校が建ったんですよね、はい、その時にいろいろなものがこう舗装になったり、道路が、はいはいはい、水道がね、井戸水だったんですよね、うん、それが市の水道になったりしてね、だんだんと環境が良くなってきて、うん、はい、公園も整備されて、うん、たくさんの公園ができて、うんうん、はい、今のじゃあ北斗小学校とかもじゃあその頃だったんですね、はい、昭和49年とか、そう、うん、はい、そうか、北斗小学校なんだ。そうですね、そうですね、すごい、うん、うん、で現在その矢田部さんね、はい、代表っていう風になられてますよね、はい、矢田部塗装工業の、はい、以前は旦那様が代表を務められてましたよね、はい、うん、旦那様、うん、3年と8ヶ月ぐらいでしょうかね、うん、その前に亡くなりまして、あ、はい、うん、うん、ずっと旦那様をこう支えてこられたっていう形ですよね。まあ、その同じ女性として、うん、こうどうやってサポートしていったんだろうなっていうのが、うん、すごく興味ある私。そうですね、はい、支えるとはおこがましいんですけど、うん、日々生活していく中で、うん、日常過ぎていく、うん、で家内工業ですので、うん、女房が亭主を支える、うん、これは当たり前のことで、ね、昔は皆さんそうしてきたと思います、うんうん、今はね違ってもね、時代が違っても、うん、たくさんの従業員がいましたので、うん、本当にそういうお弁当作ったとか、うん、食事の支度がとても大変でしたね、うん、その時はね、うん、何人分ぐらいのお弁当作って、うん、多い時で23個23個
毎日毎日です。あのですか、お手伝いが来た時にはそういう人数になるんですけど、あの普段は8名の従業員がいましたね、その中には長い長くずっと、はい、あの出身地の赤平の卒業生が2人15歳から今もいるんですけどね、今現在も、2人の従業員が本当に43年と8ヶ月頑張ってくれております。居心地いいんでしょうね、多分ね、おそらくファミリーっていう感じになりますよね、そうなるとね。やっぱりでもあの、昭和45年からの歴史っていうのってやっぱり例えば北海道の経済とかバブルの崩壊っていうのってありましたね。やっぱりありましたよね。それ、あの旦那様と共に会社をやる中でいろんな山とか谷とかあったと思うんですけども、どういうふうにその向かい合ってたりしてたんですか。あの私自身その苦労とかね、あのあんまり感じないんですよ、それがね、あの仮になんていうのお金がないとか、仕事が来ないとか、そういう時でも、いつか良い波がうちにも押し寄せてくるって、そういうふうに思ってたので、絶対大きな波が来る、って思ってきましたね。はい、じゃあ苦労っていうその苦労かどうかっていうこと自体っていうのは、苦労っていや、感じたことないんですけどね。感じたことがないってそれってすごいことですよね。多分そうやって自営をしていくっていうことにおいてはそれが当たり前だっていうことが意識やっぱり普通にあったので、苦労でも何でもないということですよね、多分ね。はい、皆さんしてることだと思うんです、はい、それをこう乗り越えたとかっていう、 こう概念とかってあったりしますか。あんまり考えないのでそういうこと、楽しく一日遅れて、あのね、若い時はね、今還暦過ぎたのでね、思うんですけど、若い時ってね朝を迎えるって感じたことないんです。ところがね今はね、あ、朝が来るんだって、今日は何をしようって考える年になってきたってことですね。若い時は全く考えたことないです。いつ頃からそういう風な感じになりました。朝、ここ2年ぐらいですね。あの主人が亡くなって1年ぐらいはね、全くぼーっとしてたんですけど、ぼーっとしててもね何も始まらないので、はい、また徐々にあの遊び心が芽生えて、はい、日々楽しくいいね、してます。いや多分矢田部さんその若い時はもう本当忙しいっていうので、そういうのでも本当苦労って考える暇がなかったっていうのももしかしたらあるのかもしれないですよね、だから忙しくしてれば、そう感じる暇もないっていうことかもしれないですし、あとはだからやっぱりもうそのあの矢田部さん今おっしゃった通り、いい波が来るっていうのを本当心から信じていると、その途中経過に起こることって、もうそれは苦労じゃなくて、そのたどり着く先に、着くまでの過程なんだなっていうふうにきっと思われているので、と思いますね。それであの、旦那さんがお亡くなりになられて、亡くなられてなんか強く旦那さんに対して感じたこととか、あの旦那さんが残されたものとかって何かありましたかね、そういうもの。あの亡くなってから、同じ業者の人と会うことがあるんですけど、いい人だったよとか、あのよく遊んだよとか、そうやって言われてね、あの今こうやって仕事してられるのも、あの主人 の, あの残してくれた、人間性とか地盤とか、そういうのがね、あったから今こうやって私が矢田部と宗を、ついでいけてるのかなって思います。あの病気になった時にね、決して元気になって帰ってくるような病気ではなかったんです。それで自分もねきちっともうダメっていうことが分かっててね、あのいろいろな話の中で最終的には
自分も一人になると思ってなかったので、うん、あの見ててもらわないと困るって、うん、だから いつも見てるしょっていうの、うん、でもいつもじゃなくてずっと見ててほしいって言って本当に見ててくれてると思ってます、うん、はい、そばにいるような感じはします、うん、そういうのが心強くいるのかなって思いますね。お話をする中にやっぱりその苦労が感じないとか、まあ、旦那さんがこうそばにいるとか、うん、本当にこう矢田部さんが前を向いててそのエネルギーをすごくこうね感じますね、うん、感じるなって、うん、でそのプラスのパワーってこうどこから来るのかなって、その原動力とかですね、ね、矢田部さんのその考え方の部分とかって日々どういうことをこう感じてるのかなって、それで過ごしてるのかなっていうのは、うん、お聞きしたいところですよね。いろいろなところでたくさんの方と、うん、会わせていただいて、うん、あのお勉強させていただいてるんですけど、うん、あの人によくすると自分に返ってくるよっていう言葉がとてもその素直に受け入れてね、なるほど、うんうん、誰にでも親切にしたいと思います、うんうん、でね、はい、私のもっと明るく楽しく元気よくです、日々笑顔でいるっていうことを心がけてるんですけど、うんうん、そういうのが日々、うんですね、明るく楽しく元気よくですね、はい、うん、そうか、日々 そうですよね。そしてだからやっぱりこう矢田部さんの周りにはこうお友達がたくさんいらっしゃるっていうのもすごくなんかこう引き寄せる何かこうやっぱり感じますもんね。そうですね、お友達とかお仲間の方とどんなことされてるんですか。ゴルフは健康のために、あ、ゴルフ、はい、麻雀はボケないために、うん、あ、麻雀はされるんですね、はい、大好きです。おー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 、はい、大好きなんですか。大好きです。毎月1回麻雀大会があるんですよ、56名も参加する。うわ、すごい。そうです、浜津さんという方が会を作ってやられてるんですよね、はいはいはい、本当に近所にいるんです。毎月北斗地区に、はい、はい、あ、そうなんだ。うん、まずいな、みんな強そうだな。強そう僕も行きたいなって、喉まで出かけたけどちょっとやめとこうかな。やめた方がいいかもしれないいや、矢田部さんそんな顔も持っていらっしゃったんです。うん、そういえばあの僕あの矢田部さん あのお自宅の方にも、はい、あの行ったことあるんですけれども、ちょっと気になったものがあって、はい、あのコンサドーレ札幌の、はい、僕の弟とも、はい、あのチームメイトである荒野拓磨選手の新聞記事をスクラップされてましたよね、はい、あれは何か関わりとかあるんですか、荒野選手と。うちの娘と荒野さんのお母さんと同級生で、して娘からあのたくまたくまって24番ってもうしょっちゅう聞かされて、ですごく明るい子で、家族思いで、特にお母さんが大好きでっていう子で、そういうお話、これ息子からもらった誕生日プレゼントとかね、見せられたら本当に涙が出るほどね、いい親子関係だなって、思います。頑張ってほしいと思ってます。こんなつながりもあるんだね。面白 い。そう考えてみると北東地区っていうのはこの地域はすごいね。いや、すごいですよ。すごい人いっぱいいますもんね。いるね、うん、そしてそれがつながってるっていうその不思議というか縁っていうか、さらに感じるよね。そうか。でもその苦労を苦労と感じないという部分とかも含めていったら、やっぱりあの自分流な生き方っていうのかな、はい、それをぶらさずにそこを貫いていくっていうのってやっぱり素敵だなっていうふうに僕なんか映るんですけど、うん、ありがとうございます。あのその貫いてた先って、これからの先の人生っていうのって、どんなことを描いてたりします。あの80歳までは生きれるなと思ってるんですよね、うんうんうん、その先も生きれそうなんです、うんうん、それで、はい、その今でも残ってる2人の従業員と、うん、そのうちきっとあの仕事を終える時が来ると思うんですね、うんうん、その時にね、あの置いた者同士、うん、肩寄せ合って、うんうん、何かあるかもしれませんけど。そうですか。そしたら今の、うん、
矢田部さんの夢っていうのは、うん、はい、はい、一生懸命働くことですね。あ、はい、そうですか、素敵ですね、はい、一緒にじゃあ暮らす中には塗装はじゃあご自分っていうか皆さんでやられてっていう感じですか。そうですね、ええ、2人が一生懸命やってくれてるので。あ、はい、すごいいいですね、はい、うんうんうん、そうか、まあ、矢田部さんとお話をしてて思ったんですけど、矢田部さん見てると僕のお袋とすごくダブるんですよ。そうなんですか、うん、だから僕にとってはこの北斗の母っていう風に呼ばせてもらおうかなと。あ、いいの、北斗の母、いいんですか、ちょっと慣れ慣れしく、いいですか。いや、もちろんいいです。呼ばせてもらいましょう。うんうん、いや、もうこれから何か困ったりしたら、あの、うん、ぜひちょっと矢田部さんのお家に行って、はい、なんか素敵なつながりもありそうだし、そうだ、ね、あともちょっと麻雀ちょっと勝負で教えてもらったらいいんじゃないですか、うん、そうだね、うん、本当だな、みんなで行きましょう、うん、矢田部さんのお家に、ね、はい、はい、うん、それまたあれだね、北斗の湯以外にもさ、うん、矢田部さんとこっていう家のさ癒しのスポットがこう見つかった気分だね。うん、うん、そうだね、気軽に遊びに行ってもいいです。得意なのはカレーライスです。じゃあぜひなりたい、ね、みんなでカレーライスやったよ、はい、で矢田部さんのお家ってあの北斗小学校と北斗公園を挟んだ前の通りにありますよね、はい、あの、うん、矢田部塗装工業さん住所ってどちらでしたっけ。あ、白石区北郷4条12丁目2番2号です。うん、はい、あのね、すごいみんな通学路で、はい、すごいですね、うん、あの登下校の時にぎわってて子供たちいっぱい、いや僕もあの辺ねすごいたくさん思い出あるからね、うん、まあ、今度ゆっくり北斗の歴史また教えてください。はい、はい、ありがとうございます。楽しみ、うん、今夜もまた北斗の夜は人情で溢れていくのであった。北斗の湯、このコーナーは丁寧な塗装、建物のお化粧をしませんか、北斗公園すぐそば、矢田部塗装工業株式会社、北斗商店街振興組合ラジオ放送事務局の提供でお送りいたしました。